様こんにちは、ゆめのです。今日はですね、ちょっと今後、どんな感じに、動画とかあとは私のお仕事とかですね、どういう風に考えているのかっていうのをですね、お水を飲みながら少しお話をしていこうと思います。それでは始めていきます。はいはい、ですね、ちょっとブログの方には先に書いているんですけれども、そうですね、今後どうなっていくかっていうことをずっと隠し隠しで動画の方では言っていなかったんですが、ウェブデザインの勉強をしようと思ってまして、はい、それの試験を受ける予定です。はい、ですので、そうですね、仕事としては、将来はウェブデザイナーになりたいなというふうに、今考えています。はい、それが一つ目で、もう一つがですね、ハンドメイドアクセサリー の, 制作と販売を、ちょっとまだですね、準備が整っていなくってできてはいないのが現時点での現状なんですが、それをしていきたいというのが二つ目で、3つ目としまして、そうですね、いわゆる収入を得ていかないと生きてはいけませんので、今までですね、YouTube で最近ちょっと1000人目標にするよりも動画の更新とか見てくださる方々との交流が楽しくてっていうことをずっと言っていたかと思うんですが、仕事を退職してすごく考える時間がたくさん増えてきまして、そんな中でですね、やっぱりそうしなってくると、今はまだ学校に通えるかどうかがわからないので本当に自由な時間なんですが、一日にすることができる、好きなことができる時間というのがすごくたくさんあって、そうなってくるともっと動画の方に力を入れて、ゆくゆくはですね、すぐにっていうのは絶対無理なのでコツコツなんですが、そうですね、YouTube の方も収益化ができて収入を得られるようになればなというふうに考えが少し変わりました。ですので3つ目として、YouTube も仕事と言えるところまで行けるまでにはすごく時間がかかるかとは思うんですが、はい、収入の一つとして見ていきたいなというふうに思っていまして、はい、全てですね、今お話しした3つ全てなんですが、家でできることになります。それはやっぱりそうですね、2社障害者雇用で仕事をしたんですが、ちょっとやはり障害者雇用での、痛い経験、辛い経験が結構トラウマになってまして、はい、正直現時点でまだウェブデザインに関しては学校に通えるかどうかが未定なのでわからないんですが、まあ、ダメだったとしても独学で勉強はしようっていう準備もしていまして、やっぱり、まあ、障害者としてたくさんの人の中で働くことが結構そうですね、大変だったっていうのが、まあ、2社を得ての感想です。大変だったというのは仕事が大変だったっていうのは、まあ、一切なくって、1社目も2社目も仕事は全然大丈夫だったんですけど、やっぱりみんながみんないい人じゃないっていうのをすごく強く知ることができて、これは本当にいい経験だったなと思っています。はい、で、そうですね、やっぱり運がいい方というか、私の仲良くしている、プライベートで仲良くしている方っていうのは障害者雇用でもう6年ぐらいずっと同じ会社に勤められていて、多分私はここが最後の職場になるんじゃないかななんておっしゃっていたりして、そういう方がいて、私もじゃあ障害者手帳を取得して障害者として働こうって思ったんですけど、やっぱりちょっと合わなかったというよりも、世間から見て障害者というものと私がちょっとずれていたというのがやっぱり原因、自分にもやっぱり原因があると思っていて、まあ、だからといって
私は障害者です、何もできませんっていう風にできるのにできないふりをするっていうのは私の考えに反するというか、そういう嘘は良くないと思って仕事をしていたんですが、まあ潰そうとしてくる人っていうのはやっぱりいるもので、それをまあ2社経験してやっぱりちょっとオフィスで働くのがちょっと怖い、もし障害者雇用で働くんであればもうオフィスでというよりはもう在宅勤務でっていうふうにもうすぐに考えを退職した後に考えていたんですよね。でそのたまたまそのどんな仕事が在宅でって調べていった時にウェブデザインのことを知って、でたまたま私の住んでいる地域で教育訓練がありますよっていう告知があったので、それでもういいなと思って、はい、まだ試験は受けてないんですが試験を受けようと思いました。落ちたとしてももう独学で技術を取得してウェブデザインの資格を取って仕事をしたいなと思っています。まあちょっとここまで長かったんですけど、やっぱりね過去のトラウマというともう嫌な思い出でしかないんですが、過去の経験を生かしてというふうに考えたらまあもう38でちょっと気づくの遅いかもしれないんですけど、まだ人生はこれからだと私は思っているので、その辛い経験をした結果家で働くこともできるっていうことを知ったということで、まあ良かったなというふうに置き換えてます。で家で働くってなるとやっぱり会社で働くっていうのは決められた仕事をしていればお金がもらえるのですごく安全だし保証だしっていうところがあるかと思うんですが、やっぱり家で働くとなるとスキルとか、あとはその時間管理とか、あとはその収入源とか、そういうのを確保する必要があって、今私に足りていないのは収入源とスキルですね。時間はすごくあって、自己管理も結構できる方なので時間はあるんですけど、私には今スキルと、収入源というのがない状態なわけですね。なのでそのスキルに関しては、ウェブデザインの勉強に入る。で収入源に関しては最初に申し上げた通り、ウェブデザイナーとハンドメイドアクセサリーの制作販売、あとは YouTube ですね。それをですね目標に、今後は頑張っていこうと思っています。はい。でそうですね、スキルに関してはもうウェブデザイン以外ですね、動画編集とか撮影に関してもまだまだ全然ダメというか、最近やっとカメラの使い方を覚えてきてというところで本当に時間がかかってはいるんですが、今後もですね動画に関しては捨て活記録は捨てるものがなくならない限り続いていくと思いますし、相変わらずそのお金の動画とか、あとは病気の話、あとはそうですね私が好きな美容の話とか、そういうことをしていくかとは思うんですけど、動画の配信内容としてはそんなに変わらないかとは思うんですが、今後ねどういうことをしていきたいなっていうのを一度その決まったらお話しするというふうに言っておりましたので、ちょっと改めてはいお話をしました。はい。そんな感じで、まあもうね若かったら焦ったりとかするかと思うんですけど、もういろいろ経験して40も手前というところなので焦ることはないんですが、まだまだ私はやりたいことがすごくあるんだなということで、でもそれを気づかせてくださった YouTube をしている上で見てくださる方、コメントをいただける方っていうのはすごくありがたいなと思っています。YouTube したいんだっていうことを気づかせていただいたので、なので本当にいつもありがとうございます。そんな感じで今日はですねちょっと将来の方針とか、あとはそうですねやりたいこととか一度お話しするとお伝えしてまだお話ができていなかったのでお話をいたしました。はい。そんな感じで、今日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら
高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。